はいでは始まりました、西田研究室、えー、オープンナイト、えー、本日はハンディハウスプロジェクトの、えー、加藤さんにいらしていただいて、えー、今、ですね研究室であのこの夏に向けて、DIY というか、まあ、自分たちでこう手を使って考えるみたいなことをやり始めようと思ってまして、ちょこれはもう加藤さんにいろいろ話を聞くしかないと <laughs> ありがとうございますいうふうに思ってお呼びしました。<laughs> はい え本日のゲスト加藤さんです加藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは最初まあ40分45分ぐらい加藤さんの方に、えーはい、プレゼンテーションお願いして、えーはい、加藤さんのいろんなお話を聞いた後に10分ぐらい加藤さんにはちょっと休憩に入っていただいてライに学生の方でちょっと質問をいろいろ考えて最終的に、えー 後半はは加藤さんととトークできればと思っております、はい,はいじゃあ、早速、いいですかね。はいよろしくお願いします。じゃあ、ちょっとスライドで。えー、っと、聞こえますかね大丈夫ですかね、えー、はじめまして。えー、ハンディハウスプロジェクトの加藤と申します。えー、こうやって学生、あの、工務店さんとか、なんか、あの、 業者さん向けのセミナーとかで話すことは結構あの機会いただいてるんですが、えー、こう若い人に対してしかも建築学生に対して話すことは実は久しぶりだったりするので、えー、もう一回り以上離れてる。 子たちにどういうふうに届くかなっていうのはちょっと今日僕自身も楽しみだなと思ってやってきましたよろしくお願いしますいやいや加藤さん若いからか <laughs> いやいやいや,いやそんなこともうだってもうもうあれですから <laughs> えっとハンディハウスはですねもう、えー、かれこれ、えー、ちょうど今年で10周年なんですが2011年から活動開始して、うんえー、最初4人で始めたチームだったのがもう総勢21名ぐらいになって てるおりますここ最近でばばばッと、えー、新卒の子も含めて増えてえるような、えー、チームです。で僕自身はですね、えーっとまあ、武蔵工業大学、えー、今は東京都市大学って名前変わってますがそこの手塚研究室を卒業して、えー、大学院まで行った後に、えー、っとにマウントフジアーキテクツスタジオという、えー、アトリエ事務所を2年間勤めまして。 えー、そこから、えー、自分でまああんまり独立独立意識はあったんですがこのタイミングで独立するかなみたいな、えー、感じではあったんですがまあちょっとハンディも始まっちゃったしなし崩し的に、えーこうはんえー、独立したような <laughs> 形に、えー、なっております。はい、でまあ僕自身どういまああのー、こう経歴から読み解くと <laughs> 読み解くとというか分かることは まあいわゆるこうアトリエ事務所を出て、まあこうなんていうんですかね、ほんあの建築界のこうなんてお王道っていうんですか、こういうの、あ <laughs> あのまあ、ど真ん中を、こう設計のど真ん中をこう進んできたんですが、まあ今はなぜか、えー、と現場に出て、とんかんとんかんやってたり、まあ DIY をサポートしたり、まあちょっと,、えー、と普通とはちょっと違ったアプローチで建築に携わっております。まあ。 今日ちょっとその辺お話しできたらなと思うんですが、最初にまあ僕がこう、えー、僕自身が持ってるこうスキルというか、まあものづくりのスキルっていうのがどういうこうやあの力を持っているかっていうのを、えー、まざまざと感じたのがですね、僕2014年にあの東ティモールって水ずただ知ってます？ここにここのこの国です。ここのオレンジになる。やばいす。<laughs> <laughs> 東ティモールって国にい えー、行ってコーヒースタンドを作ってきました。2週間で行って、えー、その場で設計してそのまま作るみたいな。現地の人としかもみたいな感じで行ってきたんですが、えー、ティモールの紅葉はテトゥン語と言ってもうなんだかわかんない。えー、まあ、英語は通じる人いるしまあ、日本あの日本の npo からの依頼だったので、まあ、現地の駐在員さんの人がまあ通訳うまくしてくれたんですが。 とは言っても、まあ、あの皆さん建築素人あの日本人の方は現地にいる日本人の方は建築素人なので、まあ、そういう方は、えっと、建築の施工によってあんまり役に立たないので、えー、僕がこう身振り手振り、えー、一緒に現地の大工さんだったりとか、えー、現地の、まあ、スタッフの人と一緒に、えー、作ってきたわけです。 であのまあ、リュックにこうバックパックに、えー、工具をできるだけ詰めていったんですが、えーまあ、こう一緒に、まあ、言葉も通じず、えーものえー、言葉も通じない中でけど一緒にこう汗水垂らして、えー、一緒に物を作ってるとなんとなくこう通じ合うことがあると。で最初こうちょっとなんだ日本人みたいな感じだったのがどんどん仲良くなり。 えー、最終的にはめちゃくちゃ協力的に一緒にこうお店を作ろうという目的で、えーかんえー、関われたと。で、えっと、2週間たって最初はちょっと距離があったところが、まあ、最終 <laughs> あの帰国前夜前日ここまで仲良くなれたと。で別にこれ,あの、まあ、これが完成したあのコーヒースタンドですね東チモールで初めてあのバリスタっていう職業が生まれたようなお店になります。 でまあ、ここで感じたのが、まあ、ものづくりってすごい力を持っていて、えっと、コミュニケーション能力もそうだし言葉を何か超えるものもそうだし、まあ、建築家っていうとこう図面でこうそれを語るみたいなところがあると思うんですが、まあ、ものづくり自分で手を動かすっていうことにおいても何かすごい力を持ってるものなんだなと。でそれをまあ実際に日本ではお客さんと一緒に作るみたいなことをか、えー、コンセプトにして活動をしています。 で僕らは合言葉があって妄想から打ち上げまでという合言葉を掲げてるんですが、えー、まあ具体的に何をしているかというと,、えー、と設計要は図面を描くところだけではなくて、えー、設計もあと施工のプロセスまでも、えー、とデザインのまあ領域と考えています。 でえー、っとまずは、まあ、僕らの愛着のある、まあ、あのいわゆるこう一緒にお客さんを巻き込んで作るっていうところの事例なんですが、まあ、妄想から打ち上げまでということで妄想、えー、模型を作って、まあ、図面こう一緒に描いたり書き加えたり、えー、時にはいやそれはお客さんにちょっと違いますみたいなことを言い合って、えー、意見をぶつけ合いながら、まあえー、どういう家にするかを、まあ、妄想するところから始まり実際こう現場に出ると まあ職人お節産、えー、みたいな関係ではなくてもう一つのチームになって、えー、解体から始まりペンキを塗って、えー、床を張り、えー、最後打ち上げ、えー、完成した家で打ち上げで乾杯するというところまでが、えー、まあ僕らのやってることなんですねなので、えー、と図面も描くこともあれば実際に現場に出て汗水垂らして作ることもあるっていうような えっと本当に、あのー、建築のゼロから10まで、えー、全部自分たちの手でやってしまおうという,というようなチームです。はい、で、あのーまあ、こういう作り方をしてると、まあ、何が起こるかっていうとですね、あのー、これ、あのー、あるプロジェクトの、えーえー、ご主人なんですが。えー あこの方あの、えー、と映画監督で映像の監督で、えーまあ、自分自身もこうものづくりのプロだったりするんですけど、まあ、プロがこう素人に口を出していいのかというようなこう葛藤というか、まあえー、とそういう思いがあってただ、えー、と僕らがあのわちゃわちゃわちゃお客さんと一緒に話しながら作ってるのを見るとあもっと自分で手を動かしてもいいなっていう気持ちに変わっていったそうなんですよね。 でまあ、何を得れたかというと家と向き合う勇気と覚悟まあかなりこうちょっとあの勇気も覚悟も家づくりにおいて必要なのかって思うんですがえー、っとなんかこのお客さんはですね自分でやってもいいんじゃないかと勇気を持ってしまってでできるか分かんないけどとりあえずやってみようという覚悟を持ってしまったと。でそれで作ったドアがこちら。 これあのお客さんが廃材とか、えー、っといろんなものを集めてプリコラージュのような形で作った扉壁ではなく扉です。これ開きます、実際。で、これが裏側。こ,れた、まあこの家、あの奥さんが古物商をやられていてあの市場とかそういうところで古いアンティークのものとかを買ってこれるしあと旦那さんもちょっとあの、まあ、アーティストなので。 えこうトタンを拾ってきたりとかですね外に置いてちょっと錆びさして育ててるんだとかって言ってみたりなんかそんなことをしながら家を作ってましたで実際これそうですこの右奥扉です,扉ですあのこの扉の反対側がこれですね扉開けて入るのないと扉って分かんないでしょう、ね、<laughs> そうですね壁みたいですよねなんですけどこれあの右下に車輪ついてるじゃないですかわかります この右下にこれがですねーガーッと開くんですよねはいちょっとポインターが出ないんであれなんですけどそうあはいはいで、えっと、お客さんが実際にえっとまあこれトイレの壁もご自身でサンプルを作ってアクリル絵の具で塗装したりとかですねあと帽子をリメイクして照明にしたりでこの家はですね一つとして同じ照明もないし えー、ここで僕らがやったことっていうと床を張って壁に OSB 合板を張ってあとキッチンとか水回りとか、えー、お風呂を据え付けたぐらいであとはですねご,、えー、とご主人とか子どもたちが住みながらどんどん、えー、廃材とか集めて本棚を作ったりとか、えー、していっています。でこれこの家もっとどんどん今これまだちょっと昔の写真などで今はもっとあのすごいことになっています。 でここで僕らがあの、まあ、こういう家づくりをすることで感じたのがですねあのとりあえずあのできるかできないか分かんないけどとりあえず手を動かしてみるとあの見え方が家の見,か見え方が変わってくるんですよね。であのこれあのがあのバックの画像ハイスタンダードっていうバンドなんですけど彼らもあの。 彼らの曲皆さん知ってますハイスタの学生 <laughs> ギリギリ知らないかっててほしいと思うんですが <laughs> あの彼ら僕が学生の頃高校生ぐらいの頃って彼らの曲ってああのカラオケで歌えなかったんですよ。っていうのはそれは彼らのメッセージであのカラオケで歌うぐらいだったら下手くそでもいいからバンド組んでステージに上がって演奏,演奏してみろと。 でそうするとやっぱ音楽好きになるし音楽の見え方も変わってくるしなんかそれと同じだなと思っていてでまあそうやってこう自分で手を動かして家の見,か見え方解像度だったりあとは住まいへのリテラシーが上がると、えーまあ、主体性の獲得みたいなことにもつながってより暮らしがこう楽しめるような人をどんどん生み出せるんじゃないかというふうなことを考えてやっております。 であの僕らの家づくりって家が完成して終わりではなくてですねあのか僕らがかんあの家,家を作ってか引き渡し終わった後に工具をどんな工具を買ったらいいですか丸のコ買いたいんですけどインパクトを買いたいんですけどみたいな、えー、ことを相談してくる人だったりとか、えー、っとその様子が SNS インスタとかフェイスブックとかに上がってきたりとかですね。 あと遊びに行くたびに何か作っててあそあのどんどん内装が変わっていったりですねなんかそういうお客さんと結構あのがあの僕らの家づくりを経てあの主体性を獲得して家を楽しんでるみたいな人が多いですはいであのまあ住宅ってこうまあこうお金を払って 要望を伝えてて気づいたらできてるまあ,あのそういうのも要望を伝える以前にもう出来合いのものを買うみたいなことって、まあ、日本においてはすごく多いと思うんですがやっぱどうしてもこう消費者的な視点で家を見て何 LDK だったり傷がないとか掃除がしやすいとか。 なんかそういうふうに家って選ばれがちだなと思うんですが僕らはそうではなくて一緒に作ることで本当の住まい手になるというかあの住まい手の本当こう手にもあの家を戻してですね、えー、消費者から共犯者へと書いてあるんですが、まあ、いわゆるハンディ的な家作りをして楽しんでる人をどんどん増やしていきたいなというふうに考えております。 でそんな中で、えーっと、ハンディラボという、まあまあ、ハンディのこう家づくりとは何ぞやみたいなことをちょっともうちょっと深く掘り下げてみようっていうところで始めた、えー、ハンディラボという、えー、プロジェクトもありましてですね、そこでは、えーっとまあ、家を趣味にしようというようなキーワードを掲げてます。で家はそこあの引き渡して完成ではなくて、えー、っと作り続ける。 えー、暮らしに作るというスタンスを持って、えー、家づくりが終わらないみたいな状況が作れるんじゃないかなというふうなそれをできるだけサポートしていきたいなと思って、えー、ハンディラボとということもやっておりますでそこにはまあ2つ場所があってですねオンラインのコミュニティですねオンラインメンバーで、まあ、今までのお客さんだったりとか 一応有料会員制なんですが今までのお客さんだったりまあ利アは好きな人が入って日々フェイスブック上でやり取りをしたりしています。ですねなんか朝食したいんですけどどうしたらいいですかねとかどういうものを作ってみましたみたいなことがまあ、えー、よく上がっています。 でリアルな場所も僕ら持っていてですねまあシェアオフィスとシェア工房ということでまあオンラインコミュニティ会員の方がここに来て物、えー、を作ったりみたいなことをするしあと、えー、おせっさんあおせっさんじゃないや職人さんがここに来て、えー、何か仕事をしたりとかっていうこともしていますで僕らここの拠点持ってから3年か4年ぐらい経つんですけどえっ、ー、と ここからちょっとあのセルフビルド、まあえー、と DIY みたいなことを、えー、こう建築空間に置き換えるというかあの建築の一つの,こうあの作ることがんだろうなあの制約とか、えー、と何かこうブレーキになるようなものではなくて 作ることから生まれる空間って何生まれる空間だったりシステムだったり仕組みだったりっていうのが何がどんなことがあるのかなっていうのをちょっと、えー、お話ししたいなと思うんですがまあこのハンディラボの、えー、実空間である、えー、工房に、えー、と大きな、えー、倉庫もともと倉庫だ倉庫というね、えー、と工,工場だったんですけどそこまあ三分の二は、えー、とガランドの空間で三、えー、分の一はまあ 空調がちゃんと効いたオフィス空間になっているんですけどそこのオフィス空間を僕らちょっと、えー、僕らのこう活動を体現するような、えー、こう作り方でこう、まあ、空間化するとどういうあの建物建物というかまああのものが立ち上がれるかなみたいなことを考えて作りました。 でそこで、えっと、この建物を作る、建物というか、まあ、建物か、建物を作るのに、4つのルールをちょっと決めて、えーですね、まず1つが、どこでも安価に誰でも買える材料、これはまあホームセンターとか、あと一般的に本当、流通していて、しかもあのすごく安い、誰でも買えるような材料を使おうと、それだけで作ろうと。 あとセルフビルドで2番が、えー、セルフビルドで作るので、えー、と重機だったりクレーンだったりとかそういうものでだけじゃなくそういうものを使わずに、えー、と人力なもので建てようと。で3つ目が、えー、と特殊な加工は一切なしと書いてあるんですが、えー、これはですね本当、えー、丸のことインパクトみたいなもう本当誰でも、えー、ちょっと練習すれば使いこなせるような工具だけで、えー、作,作ってしまおうと。 で4つ目が、えーとまあ、これは作り方の,あのデザインなんでデザインというかあのデザインになるんですが、えー、こう DIY ってこう手をいくらでもかけられるんですよ自分の手を。なので、えー、同じことを反復するそうすると比較的難しいこう加工とかではなくて誰でも簡単に反復していけば大きい空間ができるみたいな。 そういうことを、まあ、あの考えて4つルールを設定して作っていきました。えー、なのでですね、これ僕ら、あの本当に丸のこみんな丸のことインパクトと、あと固定するのはビスだけ。で、えー、と左上が、まあ、左上から床で、えー、とフレームを組み立てて、一つ一つ立ち上げて。 で、えー、それを連続させることで夢中の大きな空間を、まあ、オフィス空間を作ろうというようなことですね。はいで、あのー、誰でも運べる持ち運べる、えー、しかも軽いっていうことはあの何かこの構造体のこう線のホストさんにもつながっていてですねなんか独特のこう軽さというかなんかそういうのも獲得できたなと。 でこの,あの柱もですねあの規格あの材料には規格の長さがあって、まあ、4メートルとか3メートルとかっていうのがあるんですが、えー、柱に関しては4メートル材を切らずにそのまま、えー、用いてます。で足元を支える、えー、っとこういう鉄のつなんかもまあどこにでも誰でも買えるようなものを用いて、えー、なんとなくこう細いので。 変な浮遊感があるような、えー、建物になってます。はい、で実際できた、えーこうまあ、オフィス室の空間っていうのは、えー、こうセルフビルドの要素を持って、えー、なんとなくそれがこう、まあ、誰でもこう簡単に作れる、えー、しかもそれが軽く、えー、重機を使わずに、えー、建てられるみたいなところで。 何かこうあの大きなこうスパンの建物ではあるんですが、えー、寛容さを持ってしかもこう線の細くあの変なこう不思議な浮遊感のあるような、えー、建物になったなと。でこう見てもらうと分かるんですけど本当ビスしか使ってないんですよね丸のこで切って、えー、ビスで留めるでその絵の反復でこの建物はできてます。でこれが断面パースですね 実際あの5メートルの、えー、と夢中空間が、えー、この作り方で実現しています。はいでえー、と続きましてあですね、で僕らがこれが僕らの拠点の場所になります。はい、なんかこれもその自分たちで作るっていうことを、まあ、ポジティブに捉えてそれがこう、あのー、空間の質に。 あのプラスに影響しているようなものになってるんじゃないかなというふうに考えてます。でもう一つがですね、アパート北の、えー、これはあのーえー、と DIY ハンディとして、えー、とただ請負いで、えー、頼まれて建築を作ろうじゃなくて、まあ、賃貸事業もちょっと今始めてるんですが。 えそれでやっている、えー、っと賃貸の、えー、建物になります。これも、えーっとですね、DIY を、えー、っと基本にして、えー、っと DIY だからできるこう内装みたいなのを考えてます。で本当ワンルームのこういう普通の賃貸にただこう合板を貼るだけあとは、えー、っと住人さんが自分たちでこう楽しめるような。 えー、ものにしている,いるんですが、えっとですね、合板をまを5種類の中から選べると。で、えー、っとこれもですね、まああの、さっきのハンディラボと同じような考え方で、えー、ホームセンターで買える合板を使ったりとか、あとは、えー、っとカットなしでもう貼るだけで、しかもビスで固定するだけみたいな。 えー、そういうことを考えてやっています。でこうすると、まあ、何がいいかというとですね DIY 賃貸ってあの大家さんからすると何されるかわからないと。要は DIY ご自由にどうぞって言われちゃうと,、えー、とーなんだろうなこう本当ぐちゃぐちゃにされて、えー、退去の時見てあの。 あの空き部屋を見てびっくりみたいなことが結構あってですね大家さんにあ大家さん DIY 賃貸やらない人ってやっぱこういう不安が大きいなというふうに考えてます。でそこで僕はそのこの合板しかもビス止めしてるだけで簡単に外せる合板の範囲だったらどうぞご自由に DIY していいですよっていうようなまあシステムを作って、えー、そこで、えー、こういう賃貸を運用しています。 はい、でビスであの止めてるだけなので交換もしやすいしかもあの範囲を明確化してるので何されるかわからないみたいなところも、えー、クリアできるとこうですねあの、まあ、ビスって普通こうあの建築においてはパテで埋めてなくしちゃうものなんですが、えー、まあ生活の中においてちょっとこうビス頭が出てくるのもそんなに悪くないよねと。 いうようよな形で、まあ、これを許容するだけで実はすごいこう自由空間って豊かになるんじゃないかなみたいなのの実験だったりはするんですがはいで12さんにとってもあの、まあ、管理側の交換のしやすさまあ許容好きにどうぞって言えるってことは12さんにとってもすごくプラスででしてあのまあ何でもしていいって言,われ言ってくれるので12さんもまあ比較的こう自由にあの楽しめる。 あのエリアあのこう範囲が広がるんじゃないかなというふうに考えています。で実際にこう住んでくれてる子なんかはですねまあ,あの自分で塗装をしたりとかあと合板をこう1枚ビス,ビス,ビスでは外せてしかもこう規格でこうサブロック板って規格があるんですけど規格材で、えー、っとこうん、えー、だろうな ホームセンターで買ってきた板を、えー、部屋についてる、まあ、サブロック版の合板を外せばそのままカットせずにつけられるみたいな気軽さもあってですね、えー、一部こう有効ボードに変えていたりする部屋もありますであとはこうあのお気に入りの、まあ、これ建築学生の部屋なんですが、えー、お気に入りのこうもので、えー、埋め尽くしてみたりですねあとは自分の まあ好きなように色を塗ったりとか何かこうセルフビルドならではのやっぱここでもちょっと寛容的な空間、まあ、すごいワンルームって無機質になりがちなんですが、えー、なんかこう寛容的な場所が広がってるんじゃないかなというふうに思っておりますはいで、えー、次がですねちょっとえっ、ー、と 今、進行中の新築のプロセスでですねあの新築の住宅のプロジェクトなんですが 12LDK という仮のタイトルをつけていますで。作り続けることを前提とした新築住宅です、これは。だからハンディ的な新築住宅と言っていいのか。 あの普通の注文住宅だとあの、まあ、僕らが作る、まあ、完成する時点ではもう本当100%の状態ですよね。あの多分建築家さんとか、まあ、ハウスメーカー含めて工務店さんも、まあ、お客さんに引き渡すと時は100%の状態で引き渡すと思うんですが、まあ、例えばそれで3000万円かかってしまうというのであれば。 僕らはちょっとそれを、まあ、お金の流れとか、まあ、完成度具合とかもちょっと読み替えてですね、まあ、作ることを前提として考えるんであれば僕らが引き渡す時点では、まあ、例えば50%ぐらいでいいかもしれないと。で50%ぐらいであれば、えー、っと3000万かかるとこ2000万円で済むかもしれないと。で残りの50%っていうのはお客さんが20年とか30年住みながら どどどどんどんどんんどん作り続ければいいいじゃないかでお金も一気に3,000万かけるんじゃなくて20年の間に1,000万例えば1,000万じゃなくても500万でも使い切るような状態を作れるんじゃないかそうすると何かこうハンディ的な新しい新築住宅って生まれるなんかこうセルフビルドを前提としてそれをこうポジティブに受け入れながら新しいこう住宅ができるんじゃないかなみたいなのを今取り組んでいます。 で実際にこういうあの、えー、建物なんですが、まあ、これもやっぱりあの、まあ、ハンディこう見るとハンディラボの建物と似たような感じで、えー、これ、まあ、1800ピッチで構造体が並んでいて、トラスを組んで大きなこうスパンを飛ばして。でこの あちょっと矢印が出ないんであれなんですけどこの,あの縦の壁の細い 1800×1800 18のまあ小さな部屋とまあこう大きなスパンが飛んだ大きなえ空間がこう共存しているような建物なんですがこの1800ピッチで並んでる壁をまあ頼りにしてまあこれあの合板で作る壁なのでえやっぱりビスを打ったりとか。 何、えーまあ、な,なら床を作ってみたりとかあの狭いスパンだとそれが比較的、えー、自由にできたりしやすかったり、まあ、そういうきっかけを作りながらでもそういうことを前提として考えるとなんかちょっと普通の家とは違った空間の質ができるんじゃないかなみたいなことも考えて、えー、設計をしております。はいですね、なのでこれは えっと多分合板本当構造用合板あの普通だったらこう石膏ボード貼って壁紙なりペンキなり塗るみたいな感じのところをその手前で止めてもう合板で引き渡してあとはお客さんどうぞ。でもあの僕らの場合こう引き渡して終わりではなくてやっぱ住みながらこうオンラインとかで。 えー、サポート体制があの築けるんですよ、ね、なんかそれも一つこういう住み方を提案できるまああのサポートがあるメリットでもあるのかなというふうに考えています。はい。まだ時間大丈夫ですかね。はい。ちょっと僕自身の家もあのちょっとお話しできればなと思っていてまあこんなこと、まあ、作りながら暮らそうとか言っていて。 自分はどういう家に住んでんだみたいな感じだと思うんですけど <laughs> 僕もですね僕自身も築50年ぐらいの古いマンションをだいぶ前に購入して自分で、まあ、作りながら作り続けながら、えー、購入してから、まあ、結婚をし家族が増えてみたいな状況なので、まあ、自分自身でもこう変化し、えー、と空間を変化させながら。 まあ最初に作った時点ではやっぱりこう空間あの変化することを前提にいろいろ考えてあの作ってますね。でこれはあの空間を仕切る壁なんですけどえー、っとよく見てもらうと分かるんですがこれ、まあ、本棚にもなっていてただこう木を木の板を、えーえー、っと通売材のような木の板をただ立てて、えー、その、えー、間に、えー、棚板を通して。 で、アングルでビス止めしてるので、これもバラそうと思えばえっ、ー、とバラせるような棚になっています。で、それをまあ塗装してですね、えー、なんか時にはこう高さを変えながら、ここには漫画を置きたいから、もうちょっとえー。あの。棚板のを狭めてみようとか。 えーもえー、とそんなに本,本棚いらないから棚板を抜いてみようみたいなことも、えー、起こりうるかなというふうに考えてます。でキッチンなんかも最初本当ただ天板が2枚あるだけみたいな状況からスタートして、えー、まあ結婚して家族が増えると、まあ、食器も増えるよねっていうので、えー、棚板だったりこうを追加しながら。 えとアンティークショップで買ってきた、えー、とこう引き出しなんかを、えー、天板の後ろにつけたりですねそういうことをして、えー、自分自身もこうであのこうけ結婚記念日なんかにですね奥さんのためにこうこう右の写真なんかは兄弟というかあの化粧台っていうんですかね そういういのを自分で作ってプレゼント結婚記念日にプレゼントしたりとかなんかそういうこともしていますはいあ終わっちゃったはいっていうような感じでえー、っとまあ学生にとってこう作ることってなかなかあの身近じゃないし、えー、作ることを考えるっていうのは結構まあもしかするとこうハードルが高いような あのイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、考え方によってはそれがこう空間の、えー、空間を構成する何かメインの要素になったりとか例えば設計するにしてもこう周辺環境とかを読み解きながらこう建物の配置決めたりとかするじゃないですか。そういうのと同じなんか建物を作る上でのきっかけにあの作ることがあの一つの要素として、えー、なってくれるとあのこう 新しい建築というか、まあ、僕らが、えー、目指すような、えー、暮らし方、えー、家の在り方みたいなところでこう今までにないような住宅だったりとか空間だったりっていうのが生まれるんじゃないかなっていうふうに、まあ、そういうのをちょっと日々考えながらあの現場に出ながら模型を作りながら図面を描きながら考えてるような、はい、チームです。はい、ざっと こんな感じなんですが。はい、ありがとうございました。よ、はい。いやでもすごいあのー、加藤さんの最後のご自宅の話とか、はい、めっちゃ参考になりますね。本 <laughs> ですか。<laughs> え、コンシェルに兄弟作ったってちょっと行ってみたいと、はい、思いました、ね。<laughs> 結構ねいいですよ。ポイント高いですよ。<laughs> なんかそのその逸話がすごいいいなと思ったのはなんか。 威張ってないというか、うん、なんかこうちょっとケーキ作ったよみたいな感覚に近いじゃないですか。ああ、そうですね。ああ、まさにそんな感じですね。で、やっぱりなんか物を作る、まあ言ったら今回の話で言うと家の中の一部を作るってことだと思うんですけど、うん、なんかそういうことがいや図面描かなきゃとか、うん、なんか公務で呼ばなきゃみたいなことではなくて、うん、もっとそのケーキ作ろうぐらいの気持ちでできるっていうのは、そのカジュアルさとてもいいなと思って。うん でなんか本当に最後、加藤さん言われてたみたいにやっぱりこう設計をします、工務店が家を作ります、もしくはまあ設計をします、ゼネコンが建物を作りますとかなるとなんか建物を作るっていうプロセス自体が設計とその作るっていう行為のなんか分離というか,なんか本当にこうちょっと遠いものに感じられてしまってなんか大学で習ってる設計ってその作る建物のゴールの。 間にブラックボッククボスあるんじゃないみたいな感じになっちゃうんですけど、き、うんうん、今日の話みたいに、いやいやいや、身近に材料あったら使うでしょみたいな、うん、なんかあるものでとりあえず作ってみたり、ホームセンターで手に入るもので組み立ててみるだけでもできることすごいあるよみたいな、その投げかけというか、加藤さんのスタンスがすごい響くなと思って聞いてました。ありがとうございます であのまさにこう今ちょうど研究室で今月研究してるんですけど、うん、DIY の素材とか工法とか、まあ、そういうことを夏休みとかちょっと自分たちでやってみようとかうん、うん、まそういうことをやっぱ考えること自体が非常に設計教育の中だとすごい少なくて、うん、でもやっぱりなんかなと思ってるんですよねコロナになって逆にこうそのオンラインが当たり前になったからこそ。 その建築を見に行ったり、触ったり、実際作る現場に行くっていうことのなんかビビッとさというか、そこから来るあのエネルギー、インプットのエネルギーがやっぱりすごいあるのかなと思って、最後、加藤さん言ってましたけど、そこから設計も変わるとか、そこから新しい建築生まれるとかっていう、なんかそういう時代感、とても感じてて、今日の話はとても面白い面白いです、うん。ありがとうございます。<laughs> まあそんな感じなんですけど、ちょっとここで一回、加藤さんにはですね、ちょっと10分間ぐらい休憩しておいていただいて、はい、あの学生のメンバーに、き今日の参加学生の中をえーご飯ぐらいに割ってですね、そのご飯のメンバーを、えっと、ブレイクアウトルームで一回ちょっとディスカッションしてもらって、加藤さんにまた質問を投げるというような段取りでいきたいと思います、はい。じゃあ,あの今の えと加藤さんの話を受けて、ですね、まあ、こんなこと聞きたいよっていうこともあると思いますし、あの逆に自分たちが今、研究とか、まあ、ちょっとあの考えてることとかを加藤さんに聞いてみたいとか、そういうことでもいいので、えー、ブレイクアウトルームで10分間ぐらいディスカッションしてもらって、その後に加藤さんに、えー、ディスカッション、加藤さんと対話する時間を取れればと思います。 いや加藤さん面白かったですありがとうございますめちゃめちゃ面白いなんかこういう切り口で喋ることもあんまないのでちょっと僕も新鮮でした でもやっぱりなんか言われてましたけど、なんか施工会社とか、ものづくりをしている人たちから見ると、加藤さんみたいな人がすごい身近うん、うん、に感じて、やっぱ建築家だけど、ものづくり分かるよみたいな人って、すごいいい意味でシンパシーもあるし、うん、もっとこう、なんか組んだらもっと面白いことができるかもって思ってもらってると思うんですけど、うん、なんかそういう感覚が、本当はこっち側の設計業界の、まあ、今、僕ら大学で呼んでますけど、設計業界の人の中でももっとなんか広がっていきそうな機運をすごい感じるんですよね。はいうん そうですね、なんか結構、まああのーまあ、昔に比べると本当、僕らもそのが、まあ、学生からの問い合わせだったりとか、えー、はやっぱ増えてる感覚はあって、ものづくりしたいですみたいなこう感じがすごい増えてるなっていうのは、えー、印象としてはすごいあるんですよね。だって、人数もすごいですよね。 そうですねお、なんかわらわらと20人ぐらいになっています、今えやっぱりあれですか、新卒が多いんですか、それともどっかで働いてから来る人が多いんですかえっとですね、えー、っと、<laughs> 半々ぐらいですかね、あのー、えー、っと、工務店で働いてましたみたいな人も多いし、 えー、あと学校のせん元学校の先生みたいなのもいて。あいやじゃなくてもうあの小中学校の学校の先生へえじゃあ全然その業界をまたいでも来ちゃう感じそうそうですね。その方とそのメンバーとは子ども向けのちょっとあの教育ちょっと教育的によったものづくりの,あのサービスみたいなのも今ちょっと取り組んでいてやっぱこう。 なんだろうな一緒にこういいあのお客さんとものづくりをして家づくりをしていく中でお客さんの意識が変わっていくみたいなのをすごい多く目撃するとですねやっぱこう子どもたちにとってもやっぱその自分たちで作った家なり部屋で、まあ、何十年と過ごす、まあ、10年ぐらい過ごすことだったりとか。 あとはこうなんだろうな主体性を持って自分の手でこう考えられる能力要は教えられてやり方を理解して、えー、こうなんだろう,こう説明書にのっとったような生き方ではなくて自分の手でかん思考して頭の中を手で思考してこう表現するみたいな力って。 多分これから生きていく上ではすごい大事になってくるような感じかのことだと思っていてなんかその辺もすごく僕らのやり方ってあのあのシンパシーあるところだなっていううには感じていて。 だってあのこういわゆる計算ができるみたいな、うん、い AI 的なものと大会できるみたいな能力ではなくて結、うんうんね、なんか触ったものから受ける影響が頭にピピッと入るみたいな感じですですね。ですねそれをこう自分の手で作り出せるみたいな,なんかそういうところも含めてやっぱこれからすごい大事になってくるんだろうなと思っていてなんかそういうのも実はちょっと取り組んでいたりしています。 いですねそういろんな解釈があってやっぱ面白いんですよねものづくりっていう言葉一つでもやっぱ考えようによってはやっぱ子どもの教育だったり、まあ、建築的なその空間のなんていうんですかね質だったり、えーまあ、施工のこう新しいシステムだったりなんかいろいろ考えられるなと思ってうん。 ね、さっきご自身でも言ってましたけど加藤さん自身のこうものづくりの知識ってやっぱりどんどんアップデートしていってるん、はい、ですか、ね、僕本当あの、まあ、ハンディ最初4人で始めたってさっきちょっとちょろっと言いましたけど僕ら最初のメンバーって本当あの施工、まあ、2人が設計事務所2人が、えーまあ、現場監督みたいな感じで要は第一句として。 えー、いやあの修行したメンバーって実はいなくてですね当あの,本当あの DIY に毛が生えたみたいなところから仕事を安く請け負って、えー、本当と物を作ることで、えー、どんどんこうあの作り方もあの素材への理解とかも深まっていった感じですねで今になってはやっぱり僕はどっちかというと設計寄りの思考が強いので なんかそういうところがやっぱ設計のこう空間の作り方だったりまあそういうところにこう反映されたりみたいなところもあのそのフィードバックがあってあのそれは本当面白いですねでもまあさっきの本当はアンディのこうベースのあのものづくり拠点とか 12LDK とかそうですねそうですねもともとそういうの多分好きなんですけどよりこう構造と あとなんだろうなそのまあそれ、えー、と合理的な構造っていうところも含めてそれをそれをこうなんだろうなあのきっかけに何かこう、えー、暮らし方みたいなところに影響していったりとかなんかその辺はすごいあのまあ最近本当あの まあリノベーションだとなかなかそこまでこう空間を一から作るみたいなことってこうできないのであまりこう積極的にあのそういうことできづらい環境ではあったんですけど新築だとまあそれがもっとよりこうあの前面に押し出せるというかなんかそういうことがあってちょっと面白いですね新築のプロジェクトもちょっとずつですけどやってたりもするのではい。 12LDK 見た時に、うん、あのチリのアラベナがやってるあの集合住宅みたいなまさに半分作って作るみたいな海外に目を向けてもやっぱそういうふうに思考する人ってやっぱ増えてるんだなっていうのはアラベナもそうだしあとはスタジオムンバイとか、えー、シグとか。 えー、あと今ギャラまでやってる人って名前なんでしたっけ僕はンン。ああそうですあ,あの人たちもめちゃくちゃ好きなんですけど僕もああいう人たちだったり <laughs> なんかうんなんかその作ることとデザインの、まあ、設計することのボーダーがどん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 こう柔らかくなってきてる感がすごいあって。うん なんかあの作ることによって生まれる知恵っていうかやっぱ本当と人間ってこう、はい、手を動かしたり、うん、なんか触ったりするとそこが脳みそとこう直結してなんか実験の知恵がどんどん養われていくみたいな,うん、うん、なあの感覚がすごいいいなってうん、うん。そうで,す、ね、そうで僕のそのまあもともと勤めてた まあ、あの社会人のキャリアのスタートでもあるマウント富士も、まあ、デビュー作はあのセルフビルドの小屋だったりしてなんか今振り返るとやっぱそういう,こうやっぱ興味はあの学生の頃は全然思ってはなかったんですけどまさか自分がこう手を動かして作るなんてっていうところでは考えてなかったんですけどやっぱそういう,こう進路を選択した時から何か,かこうあったんでしょうね。<laughs> こ自分の手で作りたいみたいな欲求はもしかすると。うん、いや、面白い。あそろそろちょっと時間なんで、頼み、はい、ます ミス平沢やっぱ学生多いですね。すごい はい、では、えー、ここから後半始めたいと思います。じゃあ1番目から順番に行ってもいいですかね？はい、大丈夫です。今日はめくちゃんありがとうございました。ありがとうございました。あ,ありがとうございます私。私たちの班からちょっと感想や意見が2つ出たんですけど、まあ、1つ目に私たちの班はこれからそのなんかマテリアルを決めて、そこからディア部をしていくっていう。その。 研究室の活動の中で、トタンっていうマテリアルに興味を持って、でその一番最初のプロジェクトの,あのドアの裏側にトタンが貼ってあったのが気になりまして、そのトタンをあえて外に置いて成長させるみたいな表現が、<laughs> あの、特徴的で珍しいなって思ったんですけど、なんかトタンのなんか面白い使い方とか可能性とか、なんか、アトさんならではの見方とかある。 かなと思ってそこを伺いたいいたたなと思いました、えっと、そのお客さん曰くですね途端は買うものじゃねえと拾ってくるものだと <laughs> <laughs> いうような話を、まあ、まあ冗談ですけどしてはしたいたりしてあのまあ僕らあのその、まあ、木も鉄もそうですけどあの育てるみたいな言い方を結構して、うん、要は買った状態で き、えーまあ、綺麗な状態でそのまま使うんじゃなくてちょっと傷をつけてみたりとか、えー、と一定期間外に、えー、置いといて、えー、サびをつけるとか何か意外とその辺のこう自然から受けるこう影響みたいのが、えー、まあ <laughs> 建物ってやっぱ経年変化でどんどんこう変化していくものなのでその辺をうまくこう、えー、楽しむじゃないですけど。うん まあ錆びることもえっとかっこよかったりするので事前に錆びさせてみたりとかまあそういうのはありますよねまあで途端の面白い使い方か何ですかねすいませんぶちゃぶりですあのいやいや多分あのホームセンターじゃなくて街をうろうろしてその辺のあのわかんないですけどこうあの工場とかなんかこれいらないですかみたいなところから拾ってきたりするとちょっとハードル高いかな <laughs> なん,かお面白なんかそれこそマテリアルに興味があるんだったらそういうのも生かしながらなんかちょっと街を歩いてみる。その地域とかのなんか天候とかその雨の降り方とかでも様とかも変わってきそうだなって,って、うんうん、そうそう屋根そう、うん、屋根なのか壁なのかみたいなところでも変わってくるだろうし。うんうん、でそれをこう パッチワーク的に貼り付け何、ね、かこううまくやるとこうコントロールできないようなあの色だったりとか、まあ、空間だったりっていうその即興的な部分もあの楽しめたりするので、はいはい、理科大のあたりってどうありますなんかそういう工場っぽい <laughs> た多分あ,あるあると <laughs>、まあ解体,解体現場とか。 あとは3杯以上、うん、まあ処理場はちょっともらうのは難しいかな買わない方がいい方がですか <laughs> まあそれで入手できるんであれば <laughs> うん買わなくてもいいんじゃないかなとは思いますけどねまあ買ったとしてもちょっとしばらく外に出しとくとかうん、うん、そういうのはあると思いますね、うん、あとトタンってトタンって意外と柔らかいんですよねあの あの板が薄いんでなんかそういうのもうまく楽しめたりするといいのかなとは思いましたね。すね <laughs> <laughs> あともう一つがあとさっきの発表の最後に田藤さんのご自宅があったんですけど結構古い建物なのに、うん、DIY ですごいきれいによみがえられて。 っ、はい、っていう,ふうに思ったんですけどどのくらいの時間とか期間をかけてあそこまでのクオリティにたどり着いたんですかなんかその期間を決めて一気に作り込んだのか,なんか毎日ちょっとずつ手を加えていったのかはいえっとあれはですねえっとまあ建築、まあ、大工さんだったり建築家だったりっていうところのあるあるなんですけど大体いい自分の自定とかっていうのは後回しにして結局全然関係性しないみたいなのが。 結構あっってでですすね僕もそれそれうだったんですよやっぱ仕事がいい人の日ばっか作ってると自分で作る時間がなくて、えー、実際買ってから住むまでは、えー、と4年じ実は4年ぐらいかかっているんですよね。その間ずっと別にそこに住んでたわけじゃないのであのもう本当塩漬けにされてたようなもったいない状況だったんですけどけどえっ、ー、と今の状況と比べるとまああのー。 なんだろうなよ物も少ないしその分こうあの建築を構成するあの要素も少ないし何か物が増えてったりとかまあ人住む人が増えてったりっていうところにプラスしてどんどんこう何かあの余白を埋めてくみたいな感覚で時には壊してみたりみたいなこともするんですよ。これ作ったけどちょっといらないねみたいなの意外とそれも楽しくて。あの DIY ってつ まあど,どちらかということを作ることにあの作ることがメインになるとは思うんですけど意外と壊してみたりするとあの壊してさらに何か作るみたいなことも実は面白くてですねあのちょっと気に食わなかったら壊してみるとあの壊すとやっぱりあの、えー、と次。 あの一回作って理解するともう一回作ると同じものを作るでもやっぱあのうまく作れたりもするのであの,あの壊すことも楽しんでむしろ壊す前提で何か作るみたいなことも楽しいのかな、うん、あのさっき言ったビスで止めるみたいなのもやっぱりそういう取り外すとかなんかそういうのが前提だったりもするので、うん、そういうところもあって。 あのまあなので完成この家も完成はまだしてないしまだまだ作りたいところもいっぱいあるし完成ってないんじゃないですかねそしたらそう,そうそう完成ってないんですよ <laughs>、うん、そうそう、うん、で僕もあの最近あの僕の,あのマンション大規模改修でちょっとベランダに出してたすのこをちょっとあの撤去しなきゃいけなくて。 でそれもやっぱ育てて木,木材を育ててたんですけど、うん、そのいい感じにふあの色がついた木材で今棚を作ろうかなと、うん、ちょっとリメイクをして考え、うん、あのまだできてないんですけどそういうことも考えてますね。や <laughs> はり、い、育てていろいろ使いにしたと考えながら <laughs>、はい、<laughs> 作り込んでいきたいと思います。 はいありがとうございますすごい創造的破壊の話面白いですね <laughs> そう壊すのってね結構いいんですよね DIY においてうまくいかなかったら壊してみるっていう意外とその壊すこと自体も意外にクリエイティブですよねそうそうそう<の>まさにそう古,い古い家とかに乗り込んでた時、うん、どこから壊そうかとかうん、うん、どれを逆にの残すために丁寧に壊そうかとかそうまさに 続いて二番目いきたいと思います。じゃありがとうございました。ありがとうございます。と僕自分の話になってしまうんですけど、今は僕が大学の周辺で一人暮らしをしていまして、前々から DIY に興味があって、今年のというかこの前の年末に自分の部屋に棚を作ったんですよ。その過程でまずツーバイ方材を 天井というかに突っ張ってそこに金具を取り付けて天板を取り付けるっていう工程で作ってみたんですけどそこで行われる DIY ってやっぱりその借りている賃貸の物件を傷つけないということが第一の条件として挙げられていてだからそういう条件があると自分のなんかそのクリエイティビティ性とか何か楽し,楽しさみたいなものが半減されてしまってるような。 感じがしてその点今日紹介していただいた最初から合板が貼ってある賃貸っていうものを見るといやこれ絶対楽しいだろうなと思ってどんどん何でも作りたくなっちゃうだろうなと思ってだから <laughs> 自分自身今すぐにでもそこに引っ越していろいろなものを作りたいなって思いました。 ただちょっと理科大とは多分あの真逆の八王子っていうところにあるのでちょっと難しいかもしれないですけどぜひ興味があれば <laughs> そうもうまさにまさにそうなんですよねちょっとだからあれも結局こう,こう外せること前提ででだからこそやっぱあの住人さんが自由にしていいよって言えることなのであの何か で、住人さんにとっても大家さんにとっても、すごいウィンウィンな関係が築けるっていうところで。はい。いい、うん、いい感じに。あの住人さんたちも楽しんでるので、もし、何か機会があれば。よろしくお願、ね、い。いかれのあたりでもやったほうがいいですね。ハンディ、ディアベ、賃貸。なんか。物件さ、物件を見つけてください。な <laughs> る<どれ>か <laughs>。 やりましょうやりましょう。多分学生向け賃貸めっちゃあるんで、同じ、うん、ーーですよね。ちょっと賃貸やりましょうよね。はうよね絶対やった方がいいです。ハンディお、あのお金出してい家になるんで、そしたら。やりましょうやりましょう。はい。ぜひよろしくお願いします。お願いします。多分まあすぐに松村が向けてくるんで。<laughs> <laughs> 二番の他の人どうですか。あ、えっ、ー、とレクチャーいただきありがとうございました。あの実際お話聞く中でやっぱりこのえっ、ー、と DIY することがコミュニケーションだっていう話があって、それの話がすごくまあちょっと衝撃だったっていうかなんか物を作ることが結構目的。 だと自分は考えて,てなんかそこじゃなくてその人とこう一緒に作ることでそれがコミュニケーションになるっていう話がなんか今のそのコロナの時期でこう人とあんまり会えなくなったからこその中フレッシュさっていうか,かすごい価値だなっていうふうに思ってその言葉はすごくいいなっていうふうにあの発表を聞いてて思いました。でちょっと実際 あ,ありがとうございます。ていうのと、ちょっとお伺いしたいのが、やっぱり実際、そのコロナになって、なんか DIY したいっていう人は増えてるのかなっていうのが、なんか思ったんですけど、うん、実際に加藤さんにそのお仕事を依頼してきてる人って増えたのかなとかっていうのは、ちょっと気になりました。えっと、まあ、そのコロナだから増えた っていう感覚はあんまりないですね、うん、そんなにあの何、ー、だろうな仕事が増えたみたいなのは正直ないです。であの,ー、も,のものを作ることって 決しててて日日常にはななななり得いいいいいというか毎日何かか毎何作っっる人っていないじゃないですかやっぱりあの僕らは仕事で作るから、まあ、毎日何かも手を動かしてると思うんですけど一般の人からすると、まあ、半年に1個とか1年に1個とか、まあ、せいぜいそのぐらいのペースだと思うんですよね。だけど、まあ、スライドの中でもちょっとお話ししたそのスタ作るスタンス。 みたいなのをこう心の中に秘めとくというかあの刀として持っとくみたいなことをするとですねやっぱりこうあのさっきこう賃貸でいろいろ作りたくなるみたいなあの意見もありましたけどなんかやっぱ暮らしの見え方だったり次何作ろうみたいなワクワクだったりとかあとはこう街を歩いててまあこ,うこの木を あの空間かかっこいいなとか、まあ、皆さんもこう建築学科に入ってあのまあ建築を勉強すると街の見え方とかも変わったと思うんですけど、まあ、一般の人もやっぱり DIY で家を作ることでそういう感覚ってすごい多分養われるはずなんですよね。なのでなんかやっぱ物を作ることが目的ではなくこう家の見え方だったり街の見え方を変えるみたいなことが 僕ら,僕らは意識としてはやってるので、えー、ですねでまあコロナだからコロナだからっていうことはあんまないですね今のところ <laughs> けどどうなんだろう意識としては高まってるかもしれないんですがみんなでもそんないきなり何かこう手が動かせるわけではないので。 うん、なんかその辺はちょっと丁寧にやっていかないといけないのかなっていうのは思います、はい、やっぱり一般の人ってその僕らは建築学生とは違って、うん、その家具を作るっていうリテラシーみたいなもの、うん、あんまりないのでそれをそのやっぱり後半を張っておくことでこう、うん、自由にできるって何か入り口をかなりイージーにしているというか簡単にしているっていう取り組みはすごくやっぱりいいなっていうふうに そう,そうなんですよあの僕らが DIY 賃貸をやってるのってまさにそこでなんかこう若いうちに住む賃貸でもっとこう自由にこう空間を作ることを楽しめればきっと家ずあの自分で家を買うとか家を作るみたいな場面になった時にきっとこういい影響ってあるんだろうなと思っていてなんかそういうこうばあの。 まあ教,育まあ、教育の機会というか、なんか家に対するきっかけになる機会みたいなのをちょっとやっぱ増やしていきたいなっていうのはすごい思ってますね。はい。はうございます。はい。ほか2班の人大丈夫ですかじゃあ3班目いきたいと思います。はい、えー。本日はありがとうございます。ありがとうございます。あとまあ、質問なんですけれども。うん ハンディハウスさんにそのお仕事を依頼されるようなそのお客さんっていうのはもともと DIY とかに興味がある方々なのかそれともそんなにめちゃめちゃ興味があるわけじゃないけどみたいなそういうなんていうかそのお客さんの種類といいますか DIY に対するモチベーションみたいなのがどういう方々がいらっしゃるのかなっていうのがすごい気になったのでお伺いしたいです。 えっと、これもですねあのえっと家をせっかく家を高いお金払って家を作るのにただ見ているだけじゃやっぱもったいないからあの工事期間中毎週あの現場に来ますみたいな人もいるし。 あとはまあそ言ってもそんなにまあ壁塗るぐらいで満足しちゃう人ももちろんいるしえー、っとまあ本当いろいろですねで僕らも必ずしもその,あの毎週来て一緒にやりましょうみたいなことはせずに、まあ、その人に合わせた、えー、そのやり方で、えー、まあやっているのでえー、っと全部が全部今日スライドで紹介したような あのお客さんばかりではやっぱりないです本当いいろんな人がいますねけどやっぱりあの僕らのやり方ってもちろんお客さんが DIY をするっていうような側面もあるんですがえっとですねまあお客さんが DIY をしなくてもえっとですね作,作り手の顔が見えるというかあのお客さんが現場に来やすい状況というか。 あの僕ら本当設計から施工までこうまあ基本的にはあの同じ顔,を顔のメンバーが関わるわけで普通だとなかなかそうはいかないんですよ。やっぱ営業の人がいて設計の人がいてえ現場監督の人がいて大工さんがいてみたいな要はあの場面場面でやっぱ関わる人が変わってくのでいざこう現場が始まっても誰がいるか分かんないから行きづらいみたいなところが結構あるんですけど。 僕らの場合あ,のあんまりそういうこともあのないのであのお客さんが、まあ、作業をしなくても、えっと、現場に来やすいで現場に来るとやっぱ職人さんの大変さだとか、えー、こうなんだろう施工のこう難しさみたいなことも理解してくれるので、まあ、そういうことをするだけでもお客さんにとってはあ家ってこういうふうにできてるんだとかあこういう人が作ってるんだみたいなのが分かるだけでもやっぱり あの家のこうリテラシーとか見え方が変わるんじゃないかなっていうのは思っていますじゃあその普通に家を建てるだけだとあんまりまだ見えてこないようなところがすごい見えるようになるっていうかお客さんにとってそうですね<ー>特に建売りなんかはもうね中どうやってできてよくなるんって分かんないじゃないですか。 なんかそれがやっぱ見える化するでどういう人が作ってるっていうのが意外とあの家を語る上が考える上では大事だったりするんじゃないかなっていうその材料の性能だったり、まあ、空間の質ももちろん大事なんですけど意外とそういうところが見えるとやっぱりお客さんも意識変わるのかなっていうのはやってて思いますね。かだから、はい あすいませんだから<あ>なので、うん、あのクレームにあんまりならないんですよね僕らのやり方してると、うんうん、あのクレームというか相談になるというか <laughs> 何かこう不具合が起きてまず自分で直そうとするんですよお客さん。<ー> <laughs> で直せたらいいけど直せなかったらごめんちょっと直自分で直してみたんだけどちょっとうまくいかなかったからちょっと助けてくれないかなみたいなことにもなったりするのは面白いですねむしろ傷とかなんか汚れとかもそれがなんか思い出になって残して,残しておきたいみたいな人もやっぱいるんですよね。 すごい。なんかポジティブだなと思って。いろんな。なんか傷とかそういうものに対してすごい。なんかポジティブなのがなんかすごいいいなっていうふうに思ま、うん、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。まさにクレーム産業というか呼ばれ呼ばれ言われてるので、<laughs> はい、やっぱりそういうところへのリスクマネージメントで皆さん疲弊しちゃったりもしてると思うんですけど、ちょっと寛容になるだけでやっぱコスト的なメリットだったりとか、あのお客さん。 なんか素材の選択肢が増えたりとかなんか意外とそういうところにつながるのであんまり神経質になりすぎない方が僕は本当いいなといつも思いながら、うん、でもその辺も分かってもらうのもいきなり、ね、あの完成したものを引き渡すみたいなところだけだとやっぱどうしても難しいのでやっぱ時間をかけて一緒に作るだったりとか現場をこう見てもらうみたいなことは大事なのかなと思っていますありがとうございます。 今日お話話ありがとうございましたに、えっと、続くような形にはなるかと思うんですけど、えっと、ハンディハウスとかはある意味でそう建築のその敷居を下げてるっていうかもう少し建築を外に開いていこうっていう活動の一つだと思う捉えてるんですけど。 でそうやって DIY によって空間を作り続けることだったりとかアパートの北野の話がさっきありましたけどなんかそういった話っていうのを少しちょっと批評的に捉えるとある程度建築に知見がある人だったりとかと建築に、ねまあ、先ほどもありましたり対象がある人たちがそういったところに関わるっていうイメージが僕の中にはあってである程度ご飯で自由な空間を作るっていった時もそれはある程度そこに対して何か 像的なな方が住むんじゃないかなっってていううイメージが僕の中にはどうしてもあって、うん、例えばそれをもう少し戸建て住宅を普通に選んでしまうような人々に対してハンディハウスさんとしてはなんかどうやって住宅をこう住宅っていうものを開いて考えとんってそう建築だったりとか住宅っていうものをこうもう少し開いて存在にして考えているのかなっていうのが一つ気になりました。うんうん その点は多分今こうすぐ、えー、と意識を変えるって僕はすごい難しいと思っていて特に住宅ってやっぱ実感として自分で住んでみないとわからないことってすごいいっぱいあると思うんですよだからあの賃貸あのワンルームの賃貸だったりっていうのがすごい大事だなと思っているんですねなのであのやっぱ時間はすごいかかるものだなと思っているんですよでやっぱ いわゆるこう普通のまあ例えばんまあんと親が買ったハウスメーカー建て売りの住宅に住んで独立したらまあ普通の壁紙 CFC とのえっと賃貸に住んでじゃあ自分で家を結婚したから結婚して子供ができたから家を買おうってなった時にいきなり僕らに頼む人っていうのはまずいないと思うんですね。なので 僕はなんかすごい時間がかかることだなと思ってはいるんですよ。でそれをまあハンディラボっていう組織でやっていきたいなっていうのは思っていてで僕らその子ども向けのまあ,あのサービスというかワークショップだったりとか、えー、まあハンディハウスで家を作る人の中にも子どもがいてで当時小学校4年生だった子が、えー、と今高2になって。 今度、えー、と実は大学進学で建築学科を考えているんだけどどこがいいのかなみたいな相談が来たりとかで僕自身もあの実はその建築科に、まあ、建築学科入ろうと思ったのは、えー、と小学校4年生の時に、えー、と僕もともと血筋として大工なんですよ。 で僕のおじさんがその実家を建て直した時にずっとその現場を見ていてあなんて面白いんだろうというところが結構あのきっかけとしてはあったのでなんか僕はそういうところからあの時間はかかるけど、えー、こう変,え変えていくというか取り組んでいくことが必要なんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。 アパート来たのも、まあ、あの結果的にすごい表現者というかやっぱあのデザイン系の専門学校だったり建築学生だったりそういう人が結果的に集まってるんですけど家に対してはそんなに興味ない人も結構いたりするんですよ。でもそのアパート来たのに入ることで家に対しての見,見え方が変わるとか、えー、そういうこともあるんじゃないかなと思いつつ。 まあそういう,だろうな答えではないですけど家庭を持ってやってるというか自分で問いを立ててそれをこう,うまくいくにはどうしたらいいんだろうみたいなことをまあ僕自身も答えはなく日々実践しながらやってる感覚ですね。はい、えとなんかでもそういった時に加藤さん自身は建築家っていうものをど,どういうふうに捉えてるんですかお 建築家をどどうう捉えてるああどうなんですかねなんかハンディとか,フとかそういったのってどんどん今の流れとしては建築をこう開いていってある、うん、程度素人みたいな人でも数間こうなんか勉強したりしたら、うん、自分の作りたいものが作れるようになったりっていうなっていく中でじゃあ実際に建築家が空間を作るっていうことがはなくならないと思うんですよ。 そうですあのねそれで言ういった建築家に対してはどういう,え,ですかういっえっとね僕はえっとねあのよく、まあ、思うのがあの国立競技場のごたごたあったじゃないですかザハハリットの案が、えー、お金かかりすぎて却下されてみたいな。で僕はどっちかとザハとザハの,あの建築すごい見たかったなと思う人で。 えっと、僕,ら僕,僕が思うにやっぱそのまああの前回の東京オリンピックで丹下さんだったりまあいろんな方がすごい文化的に価値のある空間をあ建築をいっぱい作ったでも今回のオリンピックにおいてはそうではなくてお金のことだったりっていうところに、えー、こうフォーカスしてしまったまあそれは時代性の違いももちろんあるんだけどなんかああいう こう僕がこう建築を開いていろんな人のリテラシーを向上させることでいい建築が残せたりとかいい建築がどんどん生み出せたりとか、えー、と経済活動の中で建築っていうのは切っては切り離せないものなんだけど、えー、とやっぱ文化的な側面もやっぱ,ちょやっぱこうあの考えていく理解そういうのを理解する理解できるような人を増やしていきたいなっていうのはすごい 僕個人としてはすごい小さな力だと思うんですけど、えー、なんかザハのああいうこう日本じゃないとできないような建築がもうみんなでこうなんていうんですかねもうあれをああいう建築を見たいから作ろうよみたいなその風潮になるような世界はあのあの見てみたいなっていうかっていうのは思います。そういう意味で 僕が建築業界にできることは、まあ、そうですね、そういう理解のある人一般の人をどんどん増やしていく、DIY みたいな身近なところから、うん、増やしていくっていうことかなと思ってまますすすあありりががととううごごござざいいいい面白かったはます。 他大丈夫でですすかか質問いいですか、はいどううもありがとうございましたこの話の流れで、まあ、どうやって DIY をにちょっと遠い人に DIY の楽しさみたいなのを伝えていくかみたいな話につながると思うんですけどさっきちらっとこのオンラインサポートとか,なんかオンラインサロンみたいなものがあるっていうのをちょっと説明いただいたと思うんですけど そういうのはなんかその流れの中でどういう位置づけになってるのかなっても気になるしあとなんかどういうふうに運営されてるのかなっていうなんか割とあのハンディラボさんの中がえっと割とこういうのやりたいってことに対して提案していく形なのか割と自由にこう共有してこんなのありましたよっていうそうですねはい教えていただければ。えっといや結構 えっとまあ、ハンディそのオンラインサロンはかなりちょっと僕らもどういうふうな場所になるのかっていうのは分からず始めたところもあるので、まあ、正直うまくいってるかっていうとそんなにうまくいってなかったりもするんですよ。ただなんかこう大事なのってえっとねあの作り方要は例えば壁の塗り方床の張り方っていうところを教えてくれるのは YouTube にいっぱいあるんですよ。 ネットを調べればいくくらででも出てくるんで僕は僕らは僕らがオンラインサロンをしてるのはなんとなくその背中を押すというかなんか自分でやってみて困ってたらハンディに聞けばいいみたいななんか状況を作ることが大事だなぁと思っているんですね。なのでこう積極的に何か作りましたなん何かの作り方を、えー 動画でご紹介しますみたいなことはもう一切やってなくてむしろ床を張りたかったらこの動画を見るといいですよとか、まあ、結局素人の人もいっぱい情報がありすぎてどのやり方が正しいのかって分かんないじゃないですか,か、はい、そういうのをちょっと僕らが整理してあこれこの動画だとちょっと見やすやるあのあの的確ですよとかなんかそういうちょっとこう背中を押す役割みたいな。 あのところをんかそ,そんぐらいのスタンスが大事なのかなと思って言いますねオンラインサポートにしても何にし,しようただ YouTube とかだと本当にたくさんありますもんね本当に最近増えてきてそれと何見ていいのか分かんないんで,で確かにそれをこういうのやりたいっていう一人一人の具体的なところでこういうの見たらいいよっていうのを言えるのは確かにいいなと思いました、うんうん、そうですねなんか結構そういうとこの方が大事だったりするしあとはこうアイディアの共有というか 作り方ではなくてどういうものを作りたいかみたいなところの、えー、っとアドバイスだったりこう投げかけだったりなんかそういうのも結構大事なんじゃないかなというふうに思ってますねありがとうございましたはいはい、はい、じゃあ3番大丈夫ですかねじゃあ続いて4番目お願いします ありがとうございました質問なんですけれども、加藤さん経歴の中でこう、マウント富士アーキテクスに2年間、えー、行ったということで、そのマウント富士からこう受け継いだもの、まあ、今でどう生きているのかということをお聞きしてみたいです。ああ さっきもちょっと西田さんとちょろっと話したんですけどマウント富士のデビュー作ってあのセルフビルドの小さな小屋なんですよね XXX ハウスっていうあの SD デビューで SD デビューのグランプリを取ったであのなんかそう,そうあの当時は全然そんなことを意識まさか自分でこうセルフビルドっていうか自分で現場に出て作るなんていうのは思ってなかったんですけど意外とそういうやっぱこう マインドっていうかなんか意識みたいのはあったんだなぁと思っています。でマウント富士も僕はなんかそんな優秀なスタッフじゃなかったんであんまり偉そうなことは言えないんですけどまあやっぱりあのマウント富士で一番学んだのはやっぱえっとねフィニッシュへの責任感というか。うん 僕らプロセスすごい大事にしてるように見えるんですけどやっぱりい,あのいいものを作らないとお客さんにこう満足してもらえないというか次のお客さんにつ,がんつながらなかったりするのでやっぱそこのプロセスを大事にしつつもフィニッシュっていうか完成品をお,おざなりにしないみたいなところは結構僕個人としては意識してますね。はい あとはそうだなアウント時の時も結構模型とかは素材感こだわって自分でモルタル練ったりとかサンプル作るのにも、あのー、色を混ぜて朝食あの自分で朝食してやったりとか,か結構まあ手を動かしながらあんまりパソコンの画面見すぎずにやって今思い返すやってたなっていうのもちょっとありますねうん。 はい、でも確かに原田さんのそういう,こうものへの信頼感ありますよね。うん、そうですねめちゃくちゃありますね。めちゃくちゃこだわる人,人というか、まあ、それがやっぱくあのマウント時が作るこう空間の質にもやっぱ現れてるのでやっぱすごいなと思いながら僕は一ファンとして。 今は見てます <laughs> 今でも好きですしあのマウント富士の,あの新しいのが出るたびに <laughs> わあみたいな感じで一建築ファンとして、はい、楽しんでいますねいや面白いですねマウント富士から加藤さんがやっぱ出てきて加藤さんがやってるハンディーハウスプロジェクトが広がってるのがまだ面白いそうですねそこもまたなんか不思議というか。 なんか変ですよね <laughs> そうなんですよねうんはいノウハウの人はどうですかもういいですかすみませんあのリクタありがとうございました,いた 今、自分たちで設計するときは結構、コンセプトを結構重視して、メインでコンセプトメインで結構、設計することが多いんですけれども、今回ちょっとお話聞いたときに、コンセプトとかもあまり考えずに、あの自由にリノベーションだったりされている中で、あの何かしらのコンセプトに対するなんか意識とかっていうのがありましたら、教えていただきたいんですけれども。そうですね。 あとまあハンディをやってるからさっきのちょっと紹介あのプロジェクトで紹介した 12LDK っていうプロジェクトなんかはまあやっぱりこう DIY することが、えっと、お客さんがやっぱ DIY が好きで、えー、住みながら子どもたちと一緒に作り続けたいみたいなリクエストがあったんですよ。でそこから結構生まれてきた。 要はそこがコンセプトになってるというかあのそういう建物だったりするのでなんか今やってる活動とそのこう建物を作るこうコンセプトがまああのに,に近しいというか、うん、なんかそんな感じですかね。い まあでもなんか加藤さんの話を聞いていると、その、例えば変わっていくっていうことが、その、価値というか、なんかそういう状態、まあ加藤さんのご自宅が完成してないとかそうとだと思うんですけど、その、アンフィニッシュドみたいな、変わ,終わらないとか変わっていくみたいな、なんかそれそのもの自体が、 その固定化されていないコンセプトだと思うんですよね。うんなんでなんかその変わっていくことに対する信頼感を持って設計できるのかできないのかによって。なんか自分でコントロールする場所をどこまでにしたいか？っていう意識が変わると思うんですよ。例えば変わっていくのがなんかちょっとノイズだな。と思ったら全部自分でコントロールしたくなると思うし。 むしろ変わっていくことが50%以上あった方がいいと思うと、うん、その中でやれることって何かなって考えると思うのでなんかその変わっていくとか仕上がっ何ていうの完成しないみたいなことのへのなんか信頼とかそこへのプロ意識というか,かその状態で残しといても大丈夫だというプロ意識とか、うん、なんかその辺はなんか今の。 久保田さんの,そのコンセプトってどう思いますかの質問とすごいシナジーありそうだなと思って今日は切ってますあのなんかこう変わるものと変わらないものっていうお話の中であの僕やっぱ構造あのさっきも西田さんと2人でお話ししてて、まあ、構造的ですよねみたいな話で。 変わるものももちろん DIY で変わる作り続けるものもあるんですけど一方で、えっと、変わらないこう強いものもやっぱりプロとしては作らなきゃいけないと思っていてあのそこがそこにすごい興味があるのかななんかあのマウント富士あのこれちょっとさっきの質問とちょっとシンクロするかもしれないですけどマウント富士もすごいこうあの合理的な構造だったりとか まあ自然なこうあの無理のない形だったりとか、まあ、結構そういうことをすごい考えてる人たちで、えー、っと僕もやっぱそういうところにこう共感してるんだろうなと。なんかで特に僕新築においてはいかにそういう,こう強い強いけどおおらかなこう構造体をえどう作るかみたいな。 ところを意外と考えてるなっていうのはちょっと今あの話してて思いましたね。こう強く優しいというか、なんかこう強いんだけど、なんかこうおおらかで優しくてみたいな感じっていうんですかね。はい。うん、いや、面白いです、ね。ありがとうございます。はい ヨハンの人は他大丈夫ですか。じゃあ後半目これ最後の話でます後半目お願いします。あ、お話ありがとうございました。えっと三つぐらい質問がありましてはいえっとサブサブロック版で規制のままこう壁に貼り付ける。 っていう話があったんですけど、はい、あの空間としてこうぴったり収まるのは多分ベッタになくてこう余ってる部分みたいなとかっていうのは、うん、こうどう収めていっているのかっていうのがまず一つと、はい、えっと二つ目はえっとあクライアントさんがこう DIY でこう。 あの自由にやると怖いみたいなお話の流れでこう自由にできる場所とあの触らせない場所のこう線引きみたいなものの決め方をお聞きしたいなというのとあとはあの家をこうビスで作っていくってお話があった時にこうまあ,あのビスで大丈夫なのかなというお話, <laughs> 話になってその3つ目を、はい、お聞きしたいです。 はい、えっとまず1つ目えっともうサブロック版張りっぱなしで終わりですなので壁の壁の,あの途中までしか合板はないし <laughs> その上は壁紙だしみたいなでもそれがなんとなく潔さというかあのえー、なんだろうな別にそこで済ん足らずでも。 逆にそのご飯の,の上面のところに何かこう投げしっていうんですけどこう物がハンガーがかけられたりとか意外とそういうふうになってるので別になんかね壁までなくても天井までご飯がなくても別にいいでしょっていう感じですね。<laughs> その割り切り。 あの特にワンルームの賃貸なんかはあの賃料が安いので工事費こうお金かけられないんですよね。なのでそこのぴっちり収めるとかってしようとするとやっぱどうしてもお金あの費用的にかかってしまうのでそれをなんかあの100%の収まりではなくてちょっと手を抜いて70%ぐらいにすると実は金額は半額ぐらいになったりしたりするんですよね。なんかデザインってそういうのあるじゃないですか。 あの八十パーセントで止めとくと、あのー、なんだろう、あの人気と人気というか人の手間としては五十パーセントぐらいなんだけど、そこから百パーセントまで行こうとすると、さらに時間が倍かかるみたいなのもあるんで、意外とそういうところも考え、あのー、作ることも考えてあのー、やってるので、はいでですね。でもそれ、今のちょっと発明っていうか、発見ですよね。よねそうですね。 なんか、例えば、うん、まあ、例えばですけど、壁をこう。一度、木板張りにしたいけど、まあ、とりあえず後半でやろうかって思った時に。ベースのものの、上から後半張って、両サイドも上も下もちょっと余らせてもいいよねっていう話ですよね。うん、そうです、そうです、そうです。まさに。いやー、なんか、すごい、今、なるほどって。<laughs> そういうのって、こう、理解されてる方が、来るから。何も、こう、余ってるじゃん、みたいな話にならない。 そうですね余ってる<ー>なんで天井まで行ってないのって言われたことはないですね意外とだからそんなもんなんですよ別にそれよりもやっぱりあの自分で作れるみたいなやっぱそういうところがやっぱそれも結局寛容さみたいなところにつながってるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、あと何でしたっけえっ、ー、と何でしたっけえっと線引きですね ああ線引き。はい、えっと、DIY するかしないか、まあ、していいとことしていゃいけないとこと,ですことですよね。えっと、アパート来たのに関しては、えっと、していいところに関しては、あのビスでこう、合板を止めてるだけなので、あの交換がしやすいんですよ。なので、あの要はあの、壁紙を全部張り替えるとか、 え天井を全部塗るみたいのじゃなくてあの合板1枚単位でこう交換ができるので、あのー、管理サイドとしてもどうぞ好きなように何かあったら1枚1500円ぐらいで合板を買ってきて取り替えますっていうような、まあ、感覚でえ自由を与えられるっていう感じですね。はい、基本的に合板が貼られているのはこう そのワンルーム部分みたいなところで、うん、そこにたどり着く廊下みたいなところとかはあ、えっとね、そこも合板張ってますあですね、まあ、でもそれも別にあの必ずしもそのまあアパート来たのの場合は玄関からリビングっていうかワンルームの,その、えっと、バルコニーまでずっと合板張ってあるんだけど別にそうじゃなくても。 いいかもしれないしなんかちょっともうちょっとライトにやるんだったら合板2枚ぐらいが壁にペッて貼ってあってその中ならもう色塗ってもあの、えー、と棚つけてもいいですよみたいなのもある気はします。ありがとうございます。はい、あで,あで3つ目ビスの話か、はいあの。建築って大体ビスでできてるんで大丈夫です内装ぐらいなら。<laughs> 構造体になるとさすがにビスじゃなくて釘だったりとかまあい,ろんなこあのいろんなことがあるのであれなんですけど大体建築って内装材はビスで留めてるんで大丈夫です。今の最後の質問を聞いてちょっと思ったんですけどやっぱこう。 学生から見ると DIY っていうのが構造とかも含んでるんだなってちょっと聞いてと思ったんですよでも一般的なまさに今日の紹介いただいた DIY 身体とかの DIY ってもうちょっとこうペンキ塗るとか玉つけるとかっていう構造未満というかそうで,す、ね、でもそこに実はすごい海が広いというか実はそこで生きることめちゃくちゃあるんだけど。うん でもついついこう建築を作る頭で考えると構造をいじるとか、まあ、屋根を交換するとか天井を剥がすとか、まあ、天井は若干こう構造じゃないから、うん、副自在ですけどなんか結構そのイメージが構造スタートなのかなって聞いてとそうかもしれないですねなんかまあやっぱりみんなさん知識があるからそこまでこう考えられるんだろうけど、まあ、一般の人はなかなかそこまでいかないので。 まあそういう内装的なところから、ああ、こうなると弱いんだなみたいな本棚一つつけるにでも、なんかそういうとこから学んでいくんだなっていうの思いますね。ご飯の人は他大丈夫ですかはい、大丈夫そうですね。いやーでも本当 あのー、今日は加藤さん、ありがとうございました。ありがとうございましたもうめちゃめちゃ勉強になったっていうか、エネルギーをもらったっていうか、<laughs> か加藤さんが楽しみながらやってる感じが最初からずっと伝わってきて、妄想から打ち上げまでって言ってる時点で、でねうん、妄想も打ち上げも建築学科の用語に出てこないじゃないですか。うん、はいそうですね, <laughs> そうですね なんか計画とか設計とか,とか現場管理とかは出てくるんですけど妄想も出てこないし、うん、打ち上げも出てこないから。<laughs> いやなんか そうハンディやっててやっぱ楽しいなっていうのがまあまず一番何かお客さんってやっぱ友達になれるというかど同士になれるというかあてか僕らおせっさんってあんまり言わないんですよねおせっさまとかお客さまとかプロジェクトオーナーっていう呼び方を実はしていてあんまりこうこういうところでプロジェクトオーナーとかっていうと伝わんないんであんまり言わないんですけど結局プロジェクト こうプロジェクト単位要はお客さんもそのプロジェクトの中の一員で、えー、僕らがいて、まあ、そこの住まい手がいてで住まい手が、まあ、そのプロジェクトのオーナーで、えー、一緒に作っていくんだみたいなところ意識があるのでやっぱあの必然的にあのお友達みたいになるし、えー、クレームも生まれないしすごいやっぱ体を動かすのも。 あの健康的だし楽しいし。あの、マント夫人の時はやっぱり朝から晩までこう、ね、あの図面、パソコンに向かって書いてたのをあの、仕事してたのを、まあ、ハンディ始めてこう、現場に出て体を動かして、まあやっぱ5時、6時ぐらいで仕事が終わるわけですよ、現場って。あんまり長くやっても、怪我するだけなんで。でそうすると あの明るいうちからなんかご飯にご飯食べに行けたりあの居酒屋行けたりなんてであのお風呂が気持ちよかったり <laughs> なんか結構そういうものづくりってこうなんていうんですかねあの人間のこうしょあのプリミティブな欲求がこう満たされるというか結構そういう楽しさき心地よさみたいなやっぱりあるんでうん。 だからこうハンディっていつも楽しそうだよねとかって言われるんだと思うんですよね <laughs> 結構意外とそれが大事だったりしますすごい単純ですけど僕らはいまあでも確かに今聞いてと思いましたけどあの図面書いてこうコンピューターに向かってると気づいたら夜10時だよとか、うん、下手したら翌日になってたよとかあると思うんですけど、うんうん、現場で汗かいてたらそれはご飯も食べたいしそうそうお酒も飲みたいし <laughs> なんかその感じすごいナチュラルだなと今ちらっと言いましたけどなんかあんまりやりすぎても怪我するって言ったじゃないですかいやまあそのなんかある一定のやっぱリズムの中でやるっていうことがとても生産的でだからその中ではその楽しいこともセットになって循環してるってそうですね今日はなんか時間の使い方も含めて勉強になりました ありがとうございます。またあのちょっといろいろこう学生がやってる DIY とかとああぜひぜひ日本独特らちょっとぜひ加藤さんにまた後日とかコメントいただけるとよろしくお願いします。<ー>今日の今日の話はとてもあのこの夏に向けてはいて尻上がった感じなんてよかった本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではあの本日の、えー、研究室オープンナイトはあの以上になります。加藤さんありがとうございます。ありがとうございました。